이거 조금 파니크 쇼감이 짜증나겠네. みんな 絶対あの車もさ、運んでっからこっち来たでしょ。うん、ちょっと道の駅おかしいな。いや、まあ狭いからしょうがないのかもね。いってらっしゃい。いや、ちょっと待って、まだ歯磨かして攻めて。だからいってらっしゃいって言うじゃん。いや、まだ用意してないからいってらっしゃいって生活されても。いってらっしゃい。 お前は行けないよ、一瞬は。車があるから。いやー、びっくりだったね。うん。全然開いてないな。別に、なんか連休とかでもないのに。なんであんなに混んでんだろうって。箱根神社も混んだぜ。え？箱根神社。あ、箱根神社も混んでたよね。なんかあんのかな、今日。 すまへん。
何やってんの？何買おうとしたの？買おうとしたの？ここ意外とトイレ綺麗。あんこ？なんだろう、この沼津市の、この辺の人たちの、ちょっと待っててね、なんか綺麗にしようっていう意図がいろいろ書いてあってすごく感動しました。いや確かに古いトイレだから汚いって言えば汚いんだけど、それでもそういう中でもきれいに使おうねっていう意図が、いやしかもさ、沼津市指定のゴミ袋、トイレに置いてあったよ。トイレの外に置いてあってさ、ゴミはそこに捨ててねみたいになってた。よっしゃ行きますか。ちょっと待って、用意させてまだ、この辺ゴミ放置して捨てていくひでやつらがいるんでしょうね、裏を返せば。だから苦肉の策で置いてくれたんだと思うけど、でもあれはちょっとありがたいかも、ゴミ捨てれるのって。もしかして、あ、全然良かったよトイレ。本当、私的にはある。ここにエコパーキングって名前があって忘れちゃった。ここ沼津市か、今思ったけど。見しましたね。まあいいや、沼津って書いてあって。